今回はローソンの熟成紅鮭のおにぎりですね。こちらを食べていきたいと思いますね。いいんじゃないですかね、こちらですね。早速ちょっと切って断面を見ていきたいと思いますけど、どうでしょうかね、こちらですね。満点の鮭ですからね、美味しいと思うんですけど、早速こちら切っていきますね。おお、いい感じで鮭が入ってますね。早速いただきますよ。いい感じの鮭フレークなんですけど、熟成してるおかげかだいぶ旨味が強いですね。これいいんじゃないですかね。紅鮭の量も申し分なくて美味しいじゃないですかね。やっぱりこういうシンプルなおにぎりもいいですね。やっぱりですね、美味しいですよ。ということで、今回はこの熟成紅鮭のおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。